長さわずか11ミリ、この小さなライフチップが確かな絆となって愛犬と飼い主をより強く結びつけてくれます。アメリカやヨーロッパではライフチップによって迷子犬の返還率が飛躍的に高まっています。ライフチップの最大の特徴はこのように犬の皮下に埋め込んでいくことです。もし犬が迷子になってもリーダーでライフチップの ID ナンバーを読み取れば犬に関する情報を速やかに入手することが可能です。ライフチップはイギリスをはじめカナダ、オーストラリア、ヨーロッパ諸国で犬の登録返還システムとして採用されています。日本ではまだほとんど知られていないライフチップがなぜ海外で広く受け入れられているのでしょうか。ライフチップを使用すればより確実に迷子犬探しが行えます。それが欧米に浸透している最大の要因です。カナダでは500以上の保護センターやクリニックによって採用され、6万頭以上の犬が登録されています。日本での犬の抑留頭数は平成5年でおよそ24万頭、そのうちオーナーに返還された犬はわずか1万頭に過ぎません。しかし日本でもようやくライフチップの使用が開始されようとしています。それではライフチップの埋め込みに必要な器具類をご紹介しましょう。まずライフチップがすでにセットされている専用インジェクター、これは使い捨てです。そして ID ナンバーの読み取り機リーダー、以上が必要な器具類のすべてでスペースもあまり取りません。それではライフチップを実際に埋め込んでみましょう。まずライフチップの ID ナンバーをリーダーで確認します。そしてインジェクターをセット。埋め込み部位の消毒も忘れずにしておきます。次に犬の頸部のたるんだ皮膚を持ち上げ、針を根元までしっかりと差し込みます。インジェクターのボタンを押してスライドさせれば埋め込みは完了。差し込み方が十分でないとライフチップが脱落しやすくなるので注意が必要です。埋め込み後、ライフチップの ID ナンバーをリーダーで読み取り確認しておきましょう。なお埋め込み部位について、現在では左側頸部ではなく背側頸部へと変更されています。最新式のリーダーはこのようにコンパクトになって持ちやすく、取り扱いが容易になっています。ライフチップが正しく埋め込まれると、外から触れても異物感はなく移動することもありません。これはライフチップの一部を移動防止キャップが覆っているからで、ご覧のようにおよそ1年間経過しても埋め込んだ時の部位から動いていません。さらにライフチップをシールしているガラスには生物学的適用ガラス、移動防止キャップには人工血管にも使われるポリプロピレンを使用しているので、安全面でも心配はありません。またライフチップの読み取り性能は犬の MRI 診断の際も磁場の影響を受けないことが確認されています。ライフチップの使いやすさ、安全性、そして確実性、ご理解いただけたでしょうか。真の意味での動物愛護精神にのっとったシステムとして欧米で広く受け入れられているライフチップ。迷子になった犬を一頭でも多くオーナーの元へ返してあげたい、動物を愛する人なら誰でもそう願うはずです。一つでも多くの命を救いたい、ライフチップは
そんな願いから生まれた新しい動物愛護の形と言えるのではないでしょうか。